宝岐大仙駅は、鳥取県米子市にある、西日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。所在地は、JR 西日本が、かや、JR 貨物が日本儀である。駅名の由来は東駅南口に正面に見える、中国地方一の広報、宝岐大山にちなむ。なお、山陰本線には大山口駅という駅もすぐ近くに、あるため混同しやすい。 山陰本線を所属線としており、白尾線を加えた二路線が乗り入れている。当駅は白尾線の線路名称上の終点であるが、白尾線のすべての列車は山陰本線を通じて、米子駅まで運転され、特急、薬元一部の普通列車はその先の出雲市駅方面へ直通する。そのため、当駅折り返しの列車は設定されていない。なお、 2015年4月1日時点において JR 貨物は白尾線方面のみ第2種鉄道事業免許を有しており山陰本線における事業免許はすでに廃止されている白尾線の特急ヤクモの一部列車及び山陰本線の特急スーパー松風の一部列車がそれぞれ停車するその他の特急列車は通過する快速鳥取 ライナーはすべて停車する。事務官コードは64727を使用している。ホームは単式、島式の複合型二面三線。那子方面は、複線、鳥取、新見方面はいずれも単線の行き違い可能駅でもある。駅舎は単式の一番乗り場側にあり、島式の2.3番乗り場へは、古戦橋で連絡している。直営駅。 緑の窓口は2020年3月13日、限りで営業を終了したため、現在は指定席券の購入は緑の券売機のみとなっている。特急列車利用者専用駐車場も用意されている。配線上では2番乗り場の方が下り本線となっているが、原則として2番乗り場は、米子方面への特急の通過用としてのみ使われており、 下り停車列車は駅舎に面した一番乗り場に停車する。ただし、白尾線方面からの列車で3番乗り場の鳥取方面行きへの対面乗り換えがある場合は2番乗り場に停車するほか、鳥取方面からの列車と白尾線方面からの列車が同時に入線する場合には、白尾線側からの列車が一番乗り場、鳥取側からの列車が二番乗り場に停車する形をとっている。 ホーム前述したように、1番乗り場は折、副本線、2番乗り場は下り本線、3番乗り場は上り本線である。さらに3番乗り場の北側には、ホームのない対比線が存在する。また、1番乗り場は鳥取方面、白尾線方面への折り返しにも対応しているが、当駅折り返しの列車はない。伏線の構造上、 与那ゴ方面からの列車は1.2番乗り場に入線できない。また、上りは3番乗り場にしか入線できないため、鳥取方面と新見方面行きの列車の同時入線もできない。JR 貨物の駅は、駅構内北側の貨物用留置線から、駅北西にある王子製紙ヨ子工場へ専用線が続き、コンテナによる製品、原料の出入りにが行われている。 当駅はコンテナ貨物の取扱い駅となっているが、かつては有害者による飯田町駅などへの製品出荷や、タンク車によるラテックス等の原料の入荷も行われていた。建造物としては、旅客のものとは別に、貨物駅本屋を有し、営業窓口である JR 貨物米子営業所も駅舎内に入っている。米子駅の機能移転を目的として、 コンテナホームと二役船の新設工事が行われ、2015年3月14日のダイヤ改正より、共用開始された。同時に、JR 貨物米子営業所も当駅に移転された。以降は専用船以外のコンテナ貨物も取り扱っている。貨物駅としては、東松江駅構内にある東松江新営業所を管轄下に収めている。1日の平均人員は、 以下の通りである。2020年4月1日より、路線番号を導入予定。乗り入れる、バス会社参院本線の特急、スーパー松風、快速、鳥取ライナー、白尾線の特急、役物隣の停車駅は、各列車記事参照。候補資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。